ひらめきニューフェイス。続いては新人や若手アーティストを応援するコーナーです。今週も三田京香さんです。お知らせです。はい、新曲箱根駅伝参加青春のたすきについてでございますが、はい、この歌詞はどなたが作詞されたんですか？はい、あの箱根在住の詩人の方で、うん、戸上博子さんっていうあのすごい素敵なおばあちゃまがいらっしゃるんですけれども、はい、うん、あの実はあの元箱根の芦ノ湖畔にある箱根駅伝ミュージアム、うん、あの箱根駅伝の往路のゴール、はい、地点のすぐそばにある駅伝ミュージアムにあの2006年からこの詩がずっと展示されているんですよ。あの、まあ、走らない私たちも聞いてこう人生の応援歌といいますか、ね、すごく励まされると思うので、うん、ぜひ聞いていただきたいです。すごいワクワクするこの感覚っていうのはありますよね、はい、うん、個新曲みたいな、ね、そうですよね。はい、大皆さんにね、エールを送ってください、はい、それではご準備お願いします、はい、お正月の風物詩箱根駅伝、その第一歩は1920年、大正9年、100年の歴史をたたえ歌います。三田京香さん、箱根駅伝参加青春のたすき、どうぞ。ひたすら走り、たすきをつなぐ、その恋の純粋さ、人は人生とニューコースを走り続け、自らの存在のありようを重ねる。三田京香さん、箱根駅伝参加青春のたすきでした。さあ、それでは今日はね、新曲のカップリング松山の夜を歌っていただくんですが、今日はなんとデュエットの相方もいらっしゃっております。改めて登場していきましょう。三田京香さんです。どうぞどうぞ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま す。ということで松原さん、はい、ここは三田さんとのデュエット、はい、そうなんです。え、もう久しぶりですね。久しぶりです。レコーディング以来で1年ぶりに今日お会いする。レコーディング以来ですか？そうなんです。じゃあなかなか披露する機会がなかった。そうですね、ってことになっちゃいますね。初めてですね、こうしてお会いできます。今日初めて、はい、今日は1年ぶりですか？はい。じゃあやり直しですね。改めて、はい、ねえ、はい、じゃあ三田さん、やっと待ちに待った日が来ましたね。いや、もうワクワクドキドキで、ええ、よろしくお願いします。じゃあ、こうやって皆さんの前で歌うのはそのレコーディング以来ってことですか？そう、初めて。はい、初披露。そう、初披露ですね。これはちょっと期待したいです ね。この有楽町のステージ選んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。それではよろしいでしょうか？はい、それではご準備お願いいたします。